ミヤマザクラは、バラカ桜クラ属の落葉鉱木。別名、白ザクラ。幹の高さは5から10メートル、計は40センチメートルになる。大きいものでは高さ15メートル、計60から90センチメートルに達する。樹皮は、紫褐色で、横に長い皮目が並ぶ。新しい枝には、褐色の伏した毛がやや密に生え、二年枝は、 肺褐色で白色の皮目が点在する。葉は五星し傭平は長さ10から15ミリメートルになり、褐色の毛を密生させる。傭芯は長さ4から7センチメートル、幅2.8から4.5センチメートルの東卵状長楕円型で、先端はお状に鋭く尖り、基部は広いくさび型、または節型となり、基部に一体の密線がある。 葉の表面は光沢がなく、射状する毛がまばらに生え、裏面は脈状に伏した毛が生える。円は鋭い二重挙子になり、先端は線になる。下記は5から6月上旬。花は葉が完全に展開した後に咲き、即死の先に長さ4から8センチメートルの相乗果樹をつけ4から8個の花がつき、果樹軸には褐色の毛が密生する。 花樹に養生のツトがあり、ツトは卵状で長さ約7ミリメートルになり、シガがあり、花子の宿損して目立つ。花は計1.5から2センチメートルで白色の五弁下。花柄は長さ1から2.2センチメートルで褐色の毛が密生し、花弁は広大円型で先は円形、長さ6から8ミリメートルになり花時には水平に。 開く。学頭は、長さ約3 5ト、mm、ルの小形で腹毛があり、学は五列し列辺は長大円形で先は尖り、長さ2.5から3ト、mm、ルになり、円に巨子がある。湯水は34から38個あり、長さ約1 0ト、mm、ルになり、鼻糸には毛がない。花中は、湯水と同じ長さ。果実は、 計約9ミリメートルの休憩の角下で、高子色に熟し7から8月には、国止色に熟す。完熟しても果肉は苦い。日本では、北海道、本州、四国、九州に分布し、山地の上部から鉱山帯下部に生育し、北国や標高の高いところに多い。蛇紋岩地帯や石灰岩地帯にも生育する。国外では、朝鮮半島、 中国大陸東北部、ウスリー、サハリンに分布する。和名は、宮間に生える桜、深山桜の井で、種小名は、ロシア人で、当は植物研究者のカール・ヨハン・マキシモビッチへの、県名。宮間桜群の種は、葉が完全に展開した後に花が咲く。宮間桜群の分布の中心は、中国大陸南西部であり、四川省から、 雲南省にかけた地域に五種ほど分布する。宮間桜群の特徴は、果女が、草状につき、花弁の先が丸く、王状に切れ込まないこと、洋状の都が柿まで残ることなどである。日本に分布するのは、この宮間桜一種のみである。ありがとうございます。